岡山を代表する郷土料理といえばばら寿司ですよね、はい、このばら寿司は江戸時代から岡山で親しまれている伝統的な料理なんですが、近年はあまり食べないといった声も増えているんです。そこで郷土料理の普及につなげたいと、今回令和のばら寿司が誕生しました。一体どんなばら寿司なのでしょうか。令和のばら寿司、その名も晴れ寿司がこちら。岡山県産米を使い、型にはまらないのが特徴です。令和のばら寿司には岡山県産のキニラや牡蠣の照り焼き、チヌのそぼろなど、とにかく地元の幸がたっぷり。 JA グループ岡山や岡山県岡山商工会議所など地元の21団体が新たに立ち上げたブランド晴れ寿司。近年海産物の減少やレシピの継承が難しくなったことで、郷土料理ばら寿司の消費が低迷。そこで新たなブランドで県産食材の消費や地域経済の活性化にもつなげようと晴れ寿司は誕生しました。気になるレシピの定義は、シャリが岡山県産米の五目寿司、具材は旬の県産食材を複数使った創作ばら寿司であることのみ。ローストビーフやシャインマスカットなど地元の旬の食材であれば自由に使って楽しんでほしいと話します。岡山県産の食材をですね、何品か使っていただいてですね、手軽に作っていただける、手軽に外食店さんでも出していただける、そういうところを目指してます。晴れ寿司ブランドを盛り上げるため、魚商フーズが考案した晴れ寿司は明日と18日県内の岡山コープなどで販売。寿司遊館の晴れ寿司も新倉敷店で明日からテイクアウトできます。郷土料理の新たな楽しみ方となりそうです。